こんにちは、歌一郎です。今日もデリバースザムーンの続きをやっていきたいと思います。前回、トンボの、基地というか、発電所の中で居住区域から、中央管理室に行くっていう、ところで、ずっと止まってしまって右往左往してるんですけど、一部、YouTube の、動画を参考にして突破することができました。で、またちょっとなんか動かすことができる台みたいなのが出てきて、それをどう使うかっていうのがちょっと分かんなくて、前回、終わっていました。で、前回の動画を見てくれた人からエレベーターで上に運んでちょっと破損してるところにぶつけるんじゃないかっていう、情報というかアイデアをもらったので、今日はそれを試してみたいと思います。またあれですね、電源を付け替えて、ドローンたちにビリビリされるエリアを通ったりとかっていうのが必要そうな気がするんですけど、ちょっと試してみたいと思います。よろしくお願いします。よ、続きからで、あれ、今どこにいるんだ。そうだ、この台があって、触って、よいしょ、こうか、あれ、あとこうか、あ、こっち今この状態で開いてるのか。じゃあビリビリエリア行かなくてもいいのかな。これで、あれ、ちょっと待ってよ。一回離して、あれ、待って。あれ、位置関係がよくわかんなくなった。メンテナンス。あれ？でもやっぱりここ入れないのか。入れなくて、エレベーターに入りたいんだよな。入りたいんだけど、待ってよ。あれ？エースが行っても意味がないんだっけ？ここで、には入れないか。やっぱりあれですね。よいしょ。人間はこっちに行けないから、そうだよね。ここにコントロールセンターがあって、そうだ。だから、違う。これを、多分ビリビリエリアに行くには、高いところに行かなきゃいけないので、まずこいつで、よいしょ。こうかな。あ、逆か。これで、あれ、待って。また位置関係が分かんなくなっちゃう。こっちは本当はこっちに行きたいんだけど行けなくて、
一回こっちに出て、んで、そうそう。これか。ここに出てきたんだよね。あれ待って。あ、あれこっちで、あ、こっちに行くのはできるのか。一回こっちから中に入る。あ、そっか。あ、ここは別にいいのか。ちょっと待ってね。この台は、このエレベーターの近くに置いて、置いて、これで、またビリビリエリアを、行けばいいのかな。よっ、行けるかな。あ、行けた行けた。あ、行けた行けた。これでよしよし。あ、今日はビリビリされなくてよかった。あ、やっぱり今日コントローラーの右のやつが今日は早い感じがするな。昨日やっぱ遅かったよな。こっちがこうで、よしよし。エレベーターが使えるから、あら、あれ、そうだよね。待って待って、エレベーターに乗っけたいんだね。そうそうそう。よしよし。ここか。あれよ、引っ張って、これで、切り替え。だね、やっぱりああいう網になってるっていうことで、気づかないといけないですよね。なかなか発想が難しいんだよな。そんなことをヒントにして、これよいしょ。やっぱ発想力が試されますよね。そうそう、ここをガシャンと行く感じですね。絶対そうだ。うん、確かに確かに。スイスイ溶ける人すごいですよね。よし、これだ。よし、行くぞ。行ける行ける。お、おー、できた。できたね。やったやった。おお、ここジャンプして大丈夫？お、おお。できました、やっとだ。うん、よしよし。でこう進んでコントロールセンターに来ましたね。コントロールセンター、よしよし。いいのかな。
よし、コントロールセンター、待ってよ。今、3と4の間にいるのか。中央管理室。こっちは何？お、なんかいろいろ大変な感じになってる。よし。んで、コントロールセンターはそっちね。これはなんか外が、お、何これ？なんか微妙に登れる感じだけど、特に関係ないのかな。裏か、こっちも関係なさそうだよね。いけなさそう。よし。OK。エース、記憶を大切に。この辺は触れたりはしない。よし。ビデオがありますね。サラたちかな。よし。診断する。あれ？ MPT の蓄電がオーバーロード。ヘリウム3が必要。お、保管庫を開く。え、開いた。待って、その、待って、目標としては、貯蔵エリアでヘリウム3を探す。その前に、ビデオは見れないの、これ。あ、あったあった。あれ。どこで、あれ？ん？今一瞬見れた、見れそうだったけど。ビデオ。ん？なんかこの辺で一瞬見れそうだったよね。あれ？見れない。ん？これか、ここか、これだ。We have to get in now! I'm out of options. I've tried everything I know. Think! It's about to overload! Wait, didn't you say MacArthur overloaded safety limiters? Why are you talking about MacArthur? Alex, isolate encryption sequence 17B on the grid. Reactor capacity at 0.5%. Got it! We're in! Now what? There's an emergency shutdown! Reactor deactivated. It worked! The reactor's stabilizing! We're not done yet. The reactor hasn't been able to send the energy anywhere, so... FPT overloaded. Release pressure immediately. The reserves are about to burst. We have to release the energy. How? A temporary transmission should send the... Oh, God, shut up. It's quiet. Finally. The reactor. Is it safe? It is. But the force has moved the MPT dish off its alignment. How bad is it? Can we realign it? The controls are up in the tower. But let's see if there's any helium left first. Database. 死に物狂いのサラは核融合炉制御にアクセスするために型破りの方法を使う。アイザックは素早く反応し、トンボが破壊される前に核融合炉を停止。それでも核融合炉の電力によって MPT バッテリーが過充電されてしまったため危機的状況は続く。アイザックは短い MPT 伝送を起動するが、蓄積されたエネルギーが勢いよく解放されたため MPT アンテナの位置が狂ってしまった。これもまた後で調整するのかな。よし、まずはヘリウム3を探しにのか。この辺は特に関係なし。この辺も関係なし。こう。
ヘリウム保管庫か。ヘリウム保管庫、あ、またご遺体が。しょって持っていけるようなもんなんだろう。うわ、すごい濡れてる。どれだろう。この辺読む。搭載ユニットがそれぞれトンボ発電所の搭載をカバー。第一段階は以下6手順に分けられる。人類の生存がかかっていたため、マッカーサーは全く手を抜かなかった。エースユニットの裏口を確保し、マッカーサーは各監視センターから WSA 入植者たちを監視していた。おう、トンボで暴動が発生した時、マッカーサーは同じ裏口を使用して安全リミッターをオーバーロード状態にし、何も知らない所有者に歯向かうようにエースユニットを仕向けた。計画の第一段階について考えていたのが再検討が必要だ。入植者たちは MPT を動かし続けるために全てを投げ出した。彼らに自ら決定させるべきだ。核融合炉について嘘をつき続けていいような相手じゃない。今は歴史上の決定的な瞬間、大移動は人類にとっての第二のチャンス、そしてチャンスは一度しかない。だが我々が団結しなければ新しい植民地は生き残れない。我々には強力な腕、聡明な頭、脇目も振らない献身が必要。多数派の意見を聞くことでアウトワードを危険にさらすことはできない。人々には MPT を手放す理由が必要。そしてその理由を提供するのは我々、大義のためなのだ。第一段階を開始したらキャシーを起こす。そしてあの子の旅の準備が整ったらモノレールベイで落ち合おう。箱舟にはあの子のためだけじゃなく、全員のための人体冷凍保存ポットがある。避難の最後部分は私が何とかする。目的は方法を正当化するのだよ。アイザック、我々は人々の安全を保つためにすべきことをするのだ。たとえ彼らが理解できないとしても。箱舟で、みんなはどこに行っちゃったんだろう。このホログラムは、これさっき見たやつか。
あ、違う、サラベイカー、ソフトエニア、ソフトウェアエンジニアリング。強い義務感、聡明、なんたら、反抗的、複数のエースにリバースエンジニアリングを実行。アウトワードの妨害因子になりかねない。こんな風に分析されてたんですね。この辺は特になしかな。入れるものはなし。これなんかできそうだけどできないんだな。でもどこにヘリウム3あるんだろう。あ、これじゃない。貯蔵エリア、貯蔵エリア、核融合炉を安定させたサラとアイザックはトンボ発電所の奥深くへ向かった。サラが核融合炉に燃料を補給するためにヘリウム3を探し始めたとき、アイザックは損害を受けた核融合炉冷却システムを評価するために先に進む。エースの登場か、これ。エース。こっちから。これで開けようとしてくれんのかな。あらゆるプロトコルに反していることだわ。月面評議会が制裁を加える理由なんてあるのかしら。数字が変なのは認める。でも結論を急ぐのはやめましょう。ヨハンセン博士が MPT のエネルギー信号を危険にさらすようなことは決してしない。博士は地球のことをちゃんと考えている。私たちのほとんどの家族と同じように博士の家族はまだそこに住んでいる。何かの間違い。ヘリウム3、
状態で置かれてんだ。最大充電池には核融合炉を起動しない。システムは過剰なエネルギーを放出している。頼むから気をつけてくれ。この辺は見たんだっけ。見てないか。なんかある。ヘリウム3を核融合炉に挿入。ヘリウム3の容器は輸送のために点検されています。 C5 容器に修理用の印が付けられています。待って、これどうやっていくの。関係ない。え、待って待って、あ、こっちから行けんのか。 C LM3 どれだどれだ。これなんか今一瞬出たね。どれどれ。あ、これだこれだ。え、読む。核融合炉冷却研究開発ローザラベルデ。3キャニスター。何年にもわたり少量のヘリウム3がトンボ発電所から未知の場所に秘密裏に移動されていた。ゆっくりだが着実に。月面評議会はアウトワードの旅に必要な燃料を供給するのに必要な量のヘリウム3を確保した。トンボの人が避難し、マッカーサーがコペルニクスムーンハブの MPT の位置をずらし大停電が発生。そ
の時核融合炉内には少量のヘリウム3のみが残された。もしそれが尽き、サラとアイザックがいなければ核融合炉は恒久的に取り返しのつかない損害を受けたであろう。ほんでどうするんだろう。そんでこれはなんだ、このあとどうするのかな。きっとあのはしごを登るんだろうけど、ちょっと待って、こっちは何、あれ、これは後で、あれ、あ、はしごでもアクティブにならないな。これどうすんだこれ。待ってよ。ちょっと、エース君になって、あ、上にあ、リム3の赤いところにはいるってこと。なんだこれ。これヒントなんだろうね、きっとね。この壁の向こう側ってことか。あっちに行かなきゃいけないのかな。じゃあこのモノレール駅っていう方に行って、よいしょ、こっちで何かするのか。これがそれなの？触る。え？待って待って。ちょっと待って。これ触って、ここに入れんのかな？あ、待って。これ登れる？あれ絶対関係あるよね。登るために必要なのか、これは。
があれが通電しちゃうと水の中がビリビリ状態になるでしょ。それでその後どうするんだろうな。水に降りたらいけないってことだね。んで、どうすんだ。引っ張ってきて、こっち側に乗るのかな。開いたんだっけ、さっき。そっちに行くってことなのかな。ちょっともう一回やってみよう。あ、落とすじゃない。掴んで触る。で電源が入って、あ、いやダメだね、やっぱり。下がビリビリになっていて、こっちに行きそうな感じがするんだけど、あれそこガラスになってんのか。システムがロックされている。ここも開けられない。で、全システム再起動。ベイでヘリウム3を探す。どっちにしても一回これ抜いて、あっちに戻なきゃいけないってことだよね。
何もできないよな。ここで抜いてみようか。抜いたらどうなるんだ。抜いたら抜いて一回よいしょ、あれ一回置いて、抜いちゃうと抜いちゃうとここもこうなるよね。脱出するためにはどうしたらいいんだろうな。ちょっと距離がありすぎるもんね。あの台を動かすにしても、こっちからこっちにも行けないでしょ。エースが単独で行く、力出て、こっちに行ってどうなる。こっちが来た方だっけ。こっち来ても、なんかできることがある。ドアを開いています。この後どうするんだろう。エレベーター。エレベーター。モノレール駅。ここは開いて、開いて何かできるかな。モノレールガッシャーンだね。いやいやいや、なんか違うね。こうじゃないんだろうな。できた後、ここも水中だよね。あれ違う？ここは、あ、でもここも、ここもビリビリエリアだよね。
水中だよね。あ、もしかしてここをジャンプしていくのかな。ちょっと一回トライしてみますかね。よし。で、ジャンプ。あ、無理だ、無理だ。ダメだ。むずい。多分あそこの輪っかみたいな丸いところをジャンプしていくような気が今しています。飛んでいってちょっと一回練習しましょうか。状態でジャンプしないといけない。
あれ？あれ？なんでさっき行けたの？ああ、ノーノーノー。よし、あ、来た来た来た。で、あれ、ここ難しいよ。ここはなんか無理があるな。このなんか斜めになったところに一瞬足かけるのかな。いやー厳しいね。あ、いけた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 。待って、わかった。この着方はわかったけど、これがまた再現できるかだね。よっしゃ。めっちゃむずい。よしよし。これを落ちないように。ダメだ。え、うわ、あ、ダメダメダメだ。あ、すごい難しいこれ。さっきなんでいけたんだろう。なんか微妙な角度が違うんだろうな。ここか。ちょっと一回仕切り直します。ただ、進むやり方は分かったので、なんとか次頑張ってやりたいと思います。ありがとうございます。失礼します。